今日は、アニメフェス VS で公開された野良劇で、はい、好青年役を演じられた、はい、入野さんとこの作品についていろいろとお話を、はい、させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの作品のオファーを受けた時の印象というか、はい、そうですね、今回この野良劇、まあ、短編っていうのも僕ほとんど経験がなかった上に、はい、その今回のスタッフの皆さん、監督はじめ脚本の佐藤さんも、うん、ほとんどの方、キャストの皆さんもそうだったんですけど、ほとんどの方が初めましての方が多かったので、はいはいはい、そういう意味ではこれ新たな出会いだ、楽しみだなっていうところで、うん、その段階では、どういうものが入野さんの方に完成したものではないと思うんですけど、まあ、第何項なのか分からないですけど、うん、途中のものが来て、あとキャラ表を、うん、いただいて、それを読んで、うん、こんな感じのお話ですと、うん、僕最初それ読んだだけだと、でもあれどういうお話なのかなってまだこう飲み込めなかったというか、うんうんうん、まずちょっと難しいなと思いつつ、じゃあご自身の中 でやってみようかなと思った動機っていうのは、そのある種新しい出会いの、そうですね、うん、あとスタッフの皆さんも素晴らしい方が多かったですし、うん、でその中で僕が何をできるのかっていうのをちょっと、うん、まあ、お話もちょっと不思議な雰囲気のテイストがとてもググッと引き込まれたのでそういう意味では、うん、はい、そんな入野さんが今回演じた役っていうのが、はい、好青年っていう、その、はい、名前ではないですよね、うんうん、で、まあ、ある種名もなき男、はい、でしかも、まあ、劇中の最後で分かるようにロボット、うん、役作りってもともとがっちりやられるタイプですか？僕はまず第一印象を大切にっていうのを思っていて、まあ、見た目とビジュアルと、あと台本読んだ雰囲気と、うんうん、まあ、あとそのキャラクターに対して書いてある言葉を自分なりに飲み込んで、はいはい、うん、自分の土台を作って、うん、固めすぎず現場に持っていくっていうスタンスです。その上で素材として非常に少ないじゃないですか、はい、すごく難しかったです、うん、まあ、ちなみに今までロボットを演じられたことは、ロボットっていうのは、まあ、ないんじゃないですか、ね、しかもこういう謎に包まれたロボットっていうのはないのかもしれないですね、うん、じゃあちょっと立ち戻ってお聞きしたいのは、はい、今回その役作りする上でどういう風な準備だったんですか？僕は今回は、うん、そのヒントが少なかったといえば少なかったんですよね、うん、そのキャラクターに対して、うん、でなので特徴としては運が口癖、はいはい、だからやっぱりその中で運に彼なりの特徴を自分の中で作っていこうと、うん、面白い言い方をするとかじゃなくって、うん、彼のその素朴な好青年っぽい、はいはい、そして喋らないけど運しか言わないっていう、そこに特徴を持たせようっていう、うん、でもそれって何だろうっていう、そこが一番今回の難しかったところですかね、うん、そうですよね。拝見させていただいた時に、はい、その一番最初に例えば台本を読んでれば、その運っていうのが特徴的なセリフだったり、はい、キャラクター性が出る芝居としての掛け合いもあるみたいなのが分かるけれども、普通に見てる時に一番最初の運ってこう聞き逃せるじゃないですか、はい、見てる側としては、うん、でもやっぱりあそこの一番最初の運で引っかかるんですよね。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあそれはもう大成功です僕としては。ですよね、はい、いや、そこが僕は面白いなと思って、あそこで引っかけるのってすごく難しいですよね。やっぱり人間じゃない、うん、でもみんなにバレるほど、うん、ポンコツロボットじゃないっていう、そうですね、そこのその微妙な線引きがまた運と同様難しいところであって、単純に僕がもう彼に持った印象が、まあ、ロボットっぽくはしないようにしようと、どちらかっていうともう人間に近い、はいはいはい、見てる人にもロボットって思われちゃいけない、だから そうですよね、はい、冒頭からロボットっぽい声出してたらロボットだって分かっちゃいますよね分かっちゃうんで、まあ、より人間に近いところで、でも違和感を持たせようっていう、うん、ロボットじゃないけど、ロボットって思わないけど人間なんだろうけど、なんだろうこの子ちょっと不思議だなっていう、うん、何かこう感情がちょっと欠けているなりないような、でもないわけじゃないような、うん、言ってることはまともだし、うん、どっちなんだろうっていうか何なんだろうって違和感をちょっと大切にしつつ、うん、それがありつつの運、うん、そこの土台に乗っかってる運、うん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 、
でその2つを持っていって監督と脚本の佐藤さんに作っていてもらった、あと音響監督。じゃあその上で、まあ、一番最初、まあ、監督安藤さんと、はい、まあ、脚本の佐藤さんと大さんと会って話をした時に、はい、どういうふうな先方からはお話がありました？その声のトーンだったりそのお芝居の雰囲気だったりっていうものに関しては、うん、特にもうその雰囲気でやってくださいっていうふうに言ってくださって、うんうんうん、あと僕からさらに何か情報を引き出したいと思って聞いてみたところ、うんうん、僕これ僕の今自分の台本なんですけれども、はいはいはい、これにメモってあるんですね。メモってあって、好青年は何もしなかったことが罪ですということを言われて。ちなみにこれは安藤さんから監督から出たんですか？監督です。それぞれやっぱりそのキャラクター一人一人が罪を、うん、犯してこの場所にいると、うん、で彼はそうじゃなかったんですけど結局最終的には何もしなかったことが罪になっているっていう。なるほど。そこであそういうことなんだ、やっぱ深いなと。ストンと落ちました。それを聞いて気持ち的に、はい、もう気持ち的にはもう落ちました。なるほど。その上でアフレコをされる時に、はい、今回なかなか制作状況が過酷というか、まあ、エソ材もあまりなくのアフレコで、はい、そうですね、いわゆるプレスコって言って、はい、僕たちのお芝居にその絵が合わせてくれるような状態だったんです、うん、プレスコのご経験は？あります、はい、プレスコはいかがですか、ご自身として？うん、難しいですね、うん、難しいですけど、プレスコはプレスコでの楽しさがあるというか、うん、カットでの尺は決まっているけれども、うん、その中を僕たちキャストで自由に作ってください、うん、っていうスタンスなので、うん、そういう意味ではやりやすいというか楽しいですね。今回でもその、好青年としての、セリフの数ってそんなに膨大ではないでしょう、はい、そうですね。その中でやっぱり一つ一つに対して自分なりの芝居とプレスコならではの遊びを割と盛り込んで、そうですね、自分あとはそのもちろんやってるのは僕だけじゃないので、うん、プレスコでやるその魔尺で例えばカット頭で向こうの人が自由な魔尺で喋ってきたら、うん、あそうやってくるんだ、じゃあ僕はこうしようっていう、うん、うん、そういう駆け引きじゃないですけどそのやり取りがとても楽しかったです、うん、なるほど。まあ、僕自身役者としてというよりもこの作品に出会えたこと自体が、うんうん、すごい自分の中にプラスになっていて、うん、この今まで見たことのないようなアニメーション、うんうん、ギャグっぽいちょっと面白いところがあったりとか、はいはいはい、でもトータルで見たら、うん、終わりもすごく可愛い猫が地球に降り立って、うん、で映像的にも、まあ、僕完成を見てないんですけど、ええ、僕が見た絵コンテ上ではそんなに怖い感じではなかったんだけど、うん、でも怖いんだぜっていう、まあ、結末を見るとね、はい、うん、あの不思議さが安藤さんと佐藤さんの作り出したあの世界観に出会えたっていう、うん、でそして出会えただけじゃなくて僕がその作品に関われた、うん、協力することができたっていうのが、うん、とても嬉しかったですね。展開としてのなんかスピード感は面白いですよね。面白かったですね、見てて、うん、テンポもすごい良かったですし、うん、なんか考える間も与えてくれたと思ったらまたスピーディーに展開していくっていう、うん、そうですよね、誰がどう転んでいくのかっていうあの駆け引きが見てて、で結構一人一人の言葉にもなんていうかな裏があるじゃないですけど、うん、例えば僕がこの好青年の言葉ですごい印象に残ってるのが、はい、メガネの男の人がこうわーってこう襲いかかろうとした時に腕を止めて、はいはい、うん、人間らしく生きましょうって、うん、お前がそれ言うのかっていうあの言葉がすごい印象的でしたね、うん、あれはすごくいいセリフですよね、はい、だんだん流されてきたっていう、うん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 、だからやっぱりよりそのキャラクターがどんな罪を犯したのかとか、うん、どういうキャラクターなのかもっともっと知りたくなっていきましたね、うん、見ていくうちに。なるほど。じゃあそういう意味で好青年を演じられた入野さん的に野良劇もう、まあ、当然今この特典映像を見てる方は一度ご覧になられた方だと思うんですけど、はいはい、その上で見どころを。見どころ、なんだろう、
難しいな、見どころ。僕この作品なんか最初に野良劇のビジュアルと作品、脚本パッと見てなんとなく直感でやりたいって思いましたし、すごく面白そうって思ったんですね、で実際そうでしたし、このなんていうのかな、でも詳しく言葉で説明できないあの不思議な感じとワクワク感とドキドキハラハラ、だから全部の要素が詰まった、しかもこの短い時間に詰まった作品なので、まあ実は怖かったっていうところを、こうまたポイントにして見方を変えて、いろんな見方ができるかなと思います。本当にたくさんの人に見ていただきたい。まあ飯野さん自身もまだ完成版を見てないっていう。そうなんですよ僕まだ見てないんで本当早く見たいんですけどね。じゃあ、まあ、はい、あの出来上がりを楽しみにしつつということで、はい、じゃあ今日はすいませんありがとうございました、はい、ありがとうございました。